里崎チャンネルジョッ。さあ毎週月曜日、里崎と前総着、皆さんお楽しみいただけますでしょうかね。月曜日と試合がない日は里崎チェックで先週のおさらいをして今週にまた挑むということでね、皆さんの知識が、そして野球と見方がどんどん増えてより楽しくなるように、このチャンネルを活用していただきたいとともに、チャンネル登録と高評価、そして拡散していただいて知らない方におすすめしてください。ちなみにもうすぐ44万人登録になります。ひょっとしたらもうなってるかもしれません。皆さん毎日のご視聴ありがとうございます。ちなみにですね、先週の里崎チャンネル内袴田チャンネル気配切り金曜日に出したやつ、まだ見てない方、騙されたと思って見てください。めっちゃ面白いんで、自分で言うもんなんですけど、まだ見てない方いると思うんですよ。騙されたと思って試しにですよ、一回仕方ねえなと、どんなもんか見てやるかと、まだ見てない方試しに見てください。何気にめっちゃ面白いんで、本当に面白い深夜番組のように本当に面白いんで、絶対笑ってもらえるはずです。皆さんお忘れなく、一回佐々木のこの顔に目について一回ちょっと見てみてくださいね。見てみてね、つまらなかったらつまらないよとコメント欄に書いてください。改善します。さあということでお送りしましょう。今回総チェックね、セ・リーグから中日対広島、2連戦です。こちら、5月8日、3対4広島の勝ち、そして昨日9日、2対0、中日の勝ち、1勝1敗ということで、広島が今5位、ね、中日4位、ちょっとセ・リーグは阪神に独走気配がある中でちょっと引き離されているような気がします。ここ踏ん張りどころ、下位のチームね。8日、広島、勝ったということでね、広島初期4回表初ホームラン、グーッ、しかも結構インコースの厳しいところね、しかも名古屋ドームで放り込む素晴らしいバッティングだったかな。そして5回表ツーアウト一塁でね、次はレフト前勝ち越しタイムリーね、外のツーシームを反対方向やってね、普通ねこうホームランを打ったらちょっとホームラン病って言ってちょっと大きいのを打ったりとか大振りになりがちのところで、次の打席でこのツーアウトのチャンスの中でしっかりアウトコースをその引っ張りにかからずに反対方向に打てた、このバッティングのホームランを打っても崩れなさ、グッと。何気にねこれホームラン病って言って陥りやすいんですよね。あの有名な宮本慎也さんもホームランを打って、ホームラン打ったのに野村監督に怒られたっていう伝説があります。勘違いすんなよとね、それぐらいやっぱホームラン病っていうのはね、誰しもが陥りやすいところなんで、この初期のね2打席目しっかりレフト前っていうのは非常に価値があるヒットだったんじゃないですかね。で中日7回ピッチャー中田、根尾がね、ツーベース打って、でワイルドピッチで三塁ね、ここねちょっとプレッて弾いただけだったけども、ナイス判断根尾ぐっそり、ね、で福留フォアボールで代走高松出して盗塁で、ノーアウト2、3塁で大島のセカンドゴロで1点で、ピッチャー堀江に代わって強打三振、代打福留フォアボールで、ここでビシエド三振、正直ここで行きたかったね、ここで点取ってればっていう。で8回ワンアウト木下フォアボール、阿部フォアボールね、で、続いてまたワイルドピッチ、これはねキャッチャー無理、もうブレーってるもん、あれは止められない、さすがにね。でワンアウト2、3塁になってネオフォアボールで、ここからピッチャー栗林で、ここで医療ね、1、2、3ダブルプレー、あー栗林グッズ、でもドラゴンズここで1点ね、この7、8とチャンスを潰して、で9回大島ライト前強打フォアボールで、滝野三振、バンドできずね、でだからバンドできずも、初球はね構えててバンドでもいいんだけども、もうワンストライク取られたらこのクソ大事な時にもうセーフティー気味じゃなくて、もう最初から構えるべきで、ツーストライク追い込まれてからは構えたけど、で最後カーブね高めに来てボールかなっていうところで見逃したらね、見逃し三振になったけども、このねやっぱワンストライク取られてからはもうバンドのね、形にしてしっかり送ってもらいたかったなと。でここバントできずね、進塁させれず、ビシエド三振、高橋セカンドゴロ、ジエンド、これ7、8、9、この終盤3回、こんな得点機で1本出ずっていうところでね、非常に惜しい戦いだったっていうところと、逆にね、広島は栗林、開幕的セーブ、ビッグゴッツ、非常に素晴らしい、ここまで無失点ね、
この広島カープの守護神として非常に素晴らしい活躍、このね最後の締め方っていうのもね、あのピンチは作りましたけどね、この滝のねあの高めのカーブとか非常に良かったんじゃないのかなと思います。そして昨日5月9日2対0中日柳、8回122球2安打11三振1四球無失点、コントロールキレ言うことなし、もう正直語ることがないぐらいのグッピッチ、低めの制球力素晴らしかったですね。でその中でビシエドがツーランホームラン、ガッツで、この2対0その他は普通に平板で終わりました。何のトピックもなく見てても見てても柳のナイスピッチングを見るばかりと、あと何気に広島タワンブラグッピッチね、被安打3と、まあビシエドにねツーランホームラン打たれましたけど、まあ、良かったんじゃないのかなと、あの右バッターへのね外のストレート系とかも非常に良かったですし、この食い込んでくる系のねまっすぐスライダー良かったですし、まあ、カーブチェンジアップで緩急つけてね、あのピッチング内容としては素晴らしかったと思うんですよ。ただね打算の援護がなかったっていうよりも、まあ、柳のねピッチングが良かったっていうところでね、まあ、相手が上回られた、でもこの玉村も非常にいいピッチングをしたんで、まあ、次回の登板もねぜひ期待したいなというところです。ということで結果ね1勝1敗5分でした。はい、さあ続いて、巨人対ヤクルトね、5月7日4対6で、ヤクルト、そして、8日がなくて9日7対5で巨人ということで、こちらも1勝1敗、巨人は2位、首位に 3.5 ゲーム差、ちょっと離されてきたね。でヤクルト3位、首位と 6.5 ゲーム差、ちょっと離されてきた ね。その中でまあ1勝1敗、巨人はね、5月7日菅野右肘違和感で4回降板ね、その後、まあ、3対0からリリーフ踏ん張れずっていうところになりましたけども、まあ、なんか、まあ、原監督のコメント1回飛ばすって言ってたんで、まあ、重症になる前にこれ変わったのかなっていうところで、まあ、そこまで長引かないような感じもしますけど、まあ、ジャイアンツにとったらね菅野の、ね、復帰っていうのは非常に大きな問題になってくるのかなと。ヤクルトねスアレス2回3分の2 65球3安打2三振4四球3失点降板と、制球甘くキレなしね、やっぱりこうどんどんストライク取っていく中でやっぱボール動かしたりとかキレがないと、まあただの棒球になってしまうところでね巨人打線に仕留められたかなと。まあ巨人はね初回坂本、ホームラン、ウィーラーホームラン、グワッツここで、ね、一発攻勢で、3回裏ねノーアウト満塁、岡本のね犠牲フライ、9-2-5二塁ランナー坂本ね三塁タッチアップ、これさ、まあ、サンタのねホームへのスローこう高い、それを見て走ったんだろうけども楽々アウトだったからあそこはもう走るべきじゃないよね。まあ、中村のねキャッチャー中村の好判断で三塁ね前出てきて三塁取ったっていうのはねグッドプレーだったけども、あの坂本のねタッチアップっていうのはちょっとバーッとね、あそこはちょっと無理に行くとこなかったし、このもっとで点が取れたこの後期の中であのプレーっていうのはねちょっと走塁いただけなかったかなと。ヤクルトね梅野、金久保、マクガフ、石山とこのねリリーフ踏ん張ったっすね。まあ梅野1回3分の1ね、金久保3イニングでマグガフ1イニング、石山1イニングとね、マグガフ1失点しましたけどグッドリリーフだったかなと。ヤクルトね8回表4点っていうところでね、こう携帯見ながらって書いてますから、これちょっと見ないといけないんで、こうね一気に、8回ね表逆転っていうところで、まあ、西浦がねワンアウトになってから、まあ、塩見がねレフトスタンドにホームラン、こっからね勢い乗って内山ねフォアボール、ね、中村三振したけども山田ヒット、村上タイムリー、オスナタイムリーと青木タイムリーでダブルスチールもしながら、この村上のダブルスチール、ガッツあのダブルスチールがあったからこそのその後のねこの青木のショートタイムリー内野安打っていうところにもつながってるし、今年の村上はね走塁もバッティングも素晴らしいね、この隙のねないところで、行くっていうところでね非常に素晴らしいね、走塁だったかなと。ここでね一気に4点というのはこの集中だね非常に大きかったかなと。でまあ巨人もねこの細かい系統でなんとかね乗り切ろうとしたけども、ちょっとね乗り切れずっていうところで、まあ一気にね逆転というところは素晴らしい活躍っていうかね、打線のつながり、その中での、オスナ村上のダブルスチール、グッド、ね、ヤクルトはね、5回表ワンアウト1塁で塩見のねレフト前タイムリーで1塁ランナー西浦はね3塁アウトっていうところでバーンとね、このレフトイーラーねこのスローインググッドだったけども、あそこもね5回もうちょっとねいけたっていう中で、あの西浦のねアウトっていうのは非常に、もったいない、走塁だったかなと。あの後ねあれもし待ってたらその後の山崎、まあ、アウトになったけども、もうなんかねつながりがっていうねできたかもわかんない、もうちょっと早くね逆転っていうのもできたかもわかんない中で、あの走塁っていうのはねちょっとね判断ミスだったかなと思います。で5月9日ね7対5で巨人の勝ち、まあ、ヤクルトねサイスニード、
登板しましたけど、まあ、まだまだねちょっと調整不足なんかなっていうね、まだしっかりしきれてないのかなっていう感じは見えましたね。まあ、4回81球5安打3三振4四球3失点ですね。まあ、ストレートも力あるし、チェンジアップもしっかり抜けて緩急ついてるし、あのカーブも落差もね結構あるなっていう感じはしましたけども、まあ、全体的に球も高くて制球にね不安定感出たかなと。で、まあ、2軍ではね登板フォアボール1個ぐらいだったと思うんですけども、まあ、やっぱり1軍登板っていうところでね、まあ、多少緊張感もあったかなっていうところでアドレナリン出すぎたっていう面もありますけども、まあ、投げてる球は一つ一つは非常にいい球が非常に多かったんで、まあ、調整していければね面白い存在になってくるんじゃないのかなっていうね、投球に見えました。で、7回ね、ピッチャー田中、中村フォアボール、山田ショート内野安打で、村上レフト前でオスナ三振で、ピッチャー大江に代わって青木ね、ファーストゴロ、スモーク、ホームへワンバン、バーン、普通のファーストゴロ、さすがにキャッチャーもまあ取らなきゃ、まあ取ってあげてほしいけども、普通のファーストゴロね。で、その後サンタナレフト前タイムリーね、で西浦デッドボールで1点で、ピッチャー隣に代わって代打川端ね、ファーストゴロの間に1打点で、塩見ねファーストフライト、まあ、ここでねしっかり点を取って今日も勝ったぞと、ヤクルト2連勝やとって言ったところで、巨人岡本8回ねマクガフのインコース非常に難しいところホームランで、9回石山のスライダーね、ストレートまた打ったんだと思うけど、スライダーライトへ弾丸ラインでホームラン、ガーッツ岡本スパイラルグッズ、素晴らしかったですね。このね、もう本当にくぶくり負けた試合の中でね、この岡本がひっくり返したところでね、まあ菅野の離脱とかね、坂本のまあ骨折とかね、非常に難しい難題がね出てる中で、この岡本の活躍、まあ昨年もね、坂本不調だったりとか丸不調の時に、この岡本がねやっぱこのジャイアンツのチームを救って優勝に導いた前半戦の戦いっていうのもあったんで、まあね主力が離脱しているところで、この岡本のね奮起っていうのは非常に素晴らしいバッティングだったかなと。あと巨人今村もね非常にいいピッチングだったかなと。あの2回ね青木のインコースね、シュートをついてからの、外スライダーのピッチャーゴロとかね、まあ、その後シュートつきながらも打たれたところもありましたけども、左でもしっかりねこのインコースを使えてるっていうところがね、幅広いピッチングもできてる証拠なので、そういった面ではね非常にいいピッチングだったんじゃないのかなと思います。結果ヤクルト対巨人は1勝1敗でした。さあ続いて DeNA 対阪神、5月7日12対6で DeNA、 そして8日1対4で阪神、そして9日2対3で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しになりました。 DeNA もねこうカード勝ち越しで続いてきたところで、ちょっと阪神にね止められてしまいましたし、ここで一気にね行っとけば DeNA も面白かったなっていうところもありますけど、阪神は、貯金が14、2位と 3.5 ゲーム差の首位、ね、DeNA、借金 13.5 ゲーム差首位という、ね、いう結果になりましたけども、5月7日12対6ね、 DeNA 3回表ね長野にレフト前ヒット打たれて、で長野がここしっかり盗塁ね、でバンとショートへの内野安打、バーッとチェーンね。このねピッチャー中川やらなきゃいけないことは、ランナーセカンドにいるってことはサードはそんな簡単に出てこれないね、でファーストはまあ出てくるねってなったら、ピッチャーはバンとされたら三塁側に降りなきゃいけないんだよね。それを一瞬一塁側に降りかけたんだよね。でそれによって、まあ、チェーンのバントが強かったっていうのもあるけども、ピッチャーとサードの間に抜けていってショートまで行って、まあ、内野安打になってしまう。あれもしすぐに三塁側に降りようとしてたら取れたと思うんだよね。そういったちょっとね一歩の無駄が、あのチェンの内野安打を招いたね。中がバーッ、基本よ、ランナーセカンドの時はファーストが出てくるんだから降りるのサードよ。サードそんなガッツリ出てこれないからね。でその後ね、近本フォアボールで、糸原ね4-6-3ダブルプレーで、丸田サードゴロと、阪神はここでもう行っていきたかったよね。このミスが絡んだところで、ここでもう1点いけてるとちょっと流れがね一気に引き寄せたっていうのもありますし、逆に中川はね、まあ、このミスもありながらもよくね踏ん張ったかなっていうところもあります。で阪神チェアはね、まあ、特徴としてはストライクどんどん投げていくスタイルっていうところでね、まっすぐカーブスライダーチェンジアップで緩急つけて、まあ打たせて取るピッチングスタイルっていうのを今になってたところ、まあ、だから逆に言うと打たせて取るっていうところは打たせれればいいけど、この7日の試合のように DeNA 打線に仕留められたら、まあこういう風な試合展開になるねっていう、まあメリットとデメリットがあるんだけど、これはもう今のチェンのストライドだから、スタイルとしては仕方ない。その中でキレを出すとか、もうちょっと動かすとかっていうところをね、今後していかなきゃいけないけども、まあこういったところでしっかりね、DeNA 打線が仕留めきれたっていうところは非常に大きかったかなと。で、DeNA はね、4回裏、4点をね、しっかり取るんですけども、
このね、オースティンフォアボールで佐野レフト前ね、で牧も続いてノーアウト満塁から外がタイムリーで宮崎センター前ね、でこの帰ってきて梅野ね補給ミスあればねバッとしっかり取んなきゃね、でその後ね峰井三振で山下もねタイムリーというところでこのね連打が続いてしてね、しっかり4点取ったっていうところは非常に良かったなと、あとミスに突き込んでねそのセカンドサードにね行った走塁っていうのも非常に素晴らしかったかなと、グッとね。で DeNA 峰井7回表ねノーアウト満塁、糸原のねワイルドピッチ砂田のね股の下バッと、あれはダメです取らないと、で結局ねでその後糸原に対してスライダーがね高めに行くんだよね、でそれをセンター犠牲フライで、その後ピッチャー三上に代わってマルテねあのセンターツーベースと、でスライディングでねよくこう足出し避けたっていうねグッスライディング、でもこういうとこよ、やっぱキャッチャーがブロッキングしっかりしなきゃいけないところで、ね、低め股の下抜けたっていうところでピッチャー心理としてはひょっとしたらまた低めに投げたらキャッチャー止めれないかもしれないから、あんまりワンパンハードワンパンならないように投げようっていうところが高めに行くんだよね、でそこを糸原にしっかり仕留められて犠牲フライ打たれるっていうところで、もうその前の股の下抜けるそのブロッキングできなかったことへの布石がこのねこの糸原のね犠牲フライを生んだって言っても過言じゃないんで、まあそういったところはねやっぱり DeNA バッテリーちょっとそういうところが多いんで、やっていかなきゃいけない、まあバッテリーというよりキャッチャーかな、やっていかなきゃいけないんじゃないのかなと、思いましたね。でまあ DeNA ね7回裏にまた5点取るんだけども、やっぱりねこの日の DeNA 打線ね非常に良かったのはねこの7番のね宮崎ね、あの非常に桑原大和オースティン佐野牧外宮崎峯井中川っていう、この宮崎が7番にいることによって非常にどの打順から始まっても点が取れる、もしくは最後までこの宮崎で打点を稼いでその後のピッチャーに向かうところまでで何かことが起きないように宮崎で仕留め切るっていうところが非常にあのうまくいったねこの打順だったんじゃないのかなと。でも阪神としてはね4回表佐藤のねインハイのホームラン、インハイ村本非常に難しいところね、これグッとホームラン、これちょっとね打率が上がりそうな予感、あそこを打たれると今までは 7-3 ぐらいでインコースが多かったところがインコースもホームランを打たれるってなるとちょっと行きにくいな、無理してインコース攻められないな、今までは無理してでもインコース攻めたんだよねボール先行でも、でもあそこをホームランを打たれるんだったら無理して攻めれないな、それだったらアウトコースも行かなきゃっていうところでアウトコースの反則球とかね甘めのところはもともと佐藤は強いからそこをねより打てるようになれば打率が上がってくるんじゃないのか、ひょっとしたらここから打率が上がればこの5月7日のこのインハイのホームランを境目に上がってくる可能性があるっていうね、それぐらいのインパクトのあるホームランだったかなと。だから阪神ファンの皆さんはね、あと佐藤のファンの皆さん、これを起点にねどう変わるか、相手のリードがどう変わるかっていうことを見ながらね野球を見るとさらに面白い展開になってきます。で6回表ねこの大山がねちょっと抹消されて代役出たね糸井、佐藤がねサードに回って糸井センターホームラングワッて超人まだ頑張るね、非常に素晴らしいバッティングだったかなと。で5月8日ね1対4で、阪神勝ちましたけども、この日阪神伊藤ねピッチャー対角線のストレートカットグワッツね、でこれがあるから外へのツーシームとかチェンジアップが生きるんだよね、非常にいいコンビネーションだったかなと。で初回ねワンアウト2塁、オースティンショートエラーねファーストマルテ、あれぐらいのワンパン取ってあげてほしいですよね、なんとかね、まあ、あれをエラーになっちゃってねっていうところもありますけど、あれはちょっと取っといてほしかったね。だからあの内野手の守備が向上するのはやっぱファーストのねこのハンドリングっていうのはかなり重要になってくるんだよね、まあ、ロッテでもそうだったけど福浦さんが何でも取るから今江とか西岡とか堀さんとかももうどこでも取ってくれるからとりあえず投げときゃ OK みたいな感じで送球にそんなに意識繊細にならなくてもよかったんだよね。でも福浦さんが出なかった時に取ってくれなくなったんだよね、ちょっとワンパンになってくると。でそしたら投げる方がワンテンポ遅れるんだよね、慎重になる、ちゃんと放らなきゃいけない、よでそれによってより暴投になる内野安打になってくるっていう危険性があるんで、内野の守備力を向上させるために、まあ、もちろん各内野手の技術の向上がまあ一番なんだけど、何気にこのファーストの補給力っていうのも内野手の守備力を上げる、そしてエラーにさせない、エラーにさせないことによって内野手がそれをミスったっていうことを引きずらなくても済む、こういうところが内野手のレベルアップにでね、特に阪神っていうのは昨年も含めてエラーが多かった、その中でこういったところをちゃんとね、難しいよ、それ一番は投げ手の問題だからね、正直マルテは悪くない、投げ手の問題だけど、あれでもああいうところをカバーしてやると内野手のスキルアップにつながるんで、まあね、ファーストとしては難しいことでもあるけどもカバーしてやってほしいなと思いましたね。
あその後ね DeNA ワンアウト一塁になって佐野がレフトフライ牧がねセンターフライと、まあ、失点はしなかったんだけど DeNA としてはここで先制したかったね。ここで先制できれば昨日の流れもあるしちょっとね流れを変えてっていうところでここで先制できてなかったのが結果的に、まあ、負けにつながっちゃったかなと。相手のミスをねついて得点していくっていうところが欲しかったなと。逆に阪神はミスをしてもそこで失点しなかったっていうところがね非常によく頑張ったかなと。伊藤君にね助けられたんじゃないのかなっていうところもありますね。でこの辺のね佐藤もそうなんだけどもこれはね日刊スポーツで里崎コラム書いてますね。この日の試合ね、この日の試合は日刊スポーツで、見ましたけど、だから金曜日の試合はプロ野球ニュースで全試合見て、で土曜日の試合は日刊スポーツで全試合を見るっていうね、すごい楽で良かったし一気に見れたんで、はい、っていうところでね、まあこの佐藤のねいいところっていうのを伝えてますけども、そのねこの金曜日にやっぱインコース打ったことによってこの土曜日の試合インコースにほぼ来てない。ピッチャーロメロっていうと全部外寄り、結局一発のインコースのホームランが DeNA バッテリーも頭にあったのかインコース行ったのね1回だけでもそれも結局逆球になって打たれてんだけども、この日も3打数2安打2打点といい形でヒット打ってるね。それはやっぱり前の日のホームランの残像としてのことがあるから攻めきれなかったんじゃないのかなっていうね。逆に打たれても行かなきゃっていうね、相手バッテリーはもう勝負、外ばっかり出たら簡単に打たれる、打たれる危険性はあるけど どこまでいけるか、引っ張りにかかってきたらアウトコースというこの、ね、見極めっていうところが相手バッテリーは、ね、非常に大事になってくるんじゃないのかなと。でもねこの土曜日の試合というのは DeNA バッテリーが、ね、佐藤に対してやっぱインコースをほぼっていうかね1球しか攻められてなかったんで、やっぱそういったところでもね佐藤の打ちやすいところ、得意なところに来るっていうところでね、やっぱここの、ね、打率のちょっと上昇機運が、ね、高まってきたんじゃないのかなっていうね試合に見えました。で昨日5月9日2対3でね阪神の勝ちっていうところですけども、阪神ねガンケル右肩の張りでね、交代しましたけども、ここからね馬場が3回2安打2三振1失球無失点、低めの制球も素晴らしくてグッドリリーフね、非常にピンチを救ったかなと。だからまあちょっとねチェンが打たれてガンケル右肩の張りっていうところでアルカンタラがもうそろそろ来るんじゃないですか。やっぱ怪我とか不調になってくるとこの8人の外国人選手がいるっていうことのメリットも出てくるし一軍に上げやすいね。ロハスもね上がってきましたけどまだ快音聞かれてないですけどね、こういったところでね人数の多さっていうところがうまく回ればね阪神も、このままね勝ち続けるんじゃないのかなとね。でこれね昨日のねやっぱトピックスはねこちらです。岩里です。リリーフか U ターンです。まあたまにあります。どこの球団もベンチとブルペン の連絡ミスっていうところでね一回出てきてで帰ってで代打で音坂が告げられて走って出てくるっていうね、逆によく抑えたよ音坂ね、抑えたけども桑原にホームラン、そらバタバタしてるからね、これはもうね岩里のせいじゃない、ベンチワークよ。そらもう一回だって入れて出てきて切れて入れてってそら難しいよさすがに。その中で音坂は打ち取ったけどもねこの桑原ホームランで、その後ね大和の焦点のファンブルで失礼でオースティンセンター前でワンアウト一塁で、ここでもこのバタバタついてる中で DeNA は一気に行きたかったところで佐野が6-6-3ダブルプレーバットじゃないけどここがキーポイントだったかなと。で岩佐のねグッとバタバタしてる中ね、まあ内容もバタバタしましたけどその中でよくね抑えたかなと。で DeNA ピーボルズねいい感じだったけどもやっぱ高めに浮くとボールが動かないんだよね。その高めに浮いたところを5回集中打食らったっていうところで、このまあね阪神打線この5回の攻撃非常にねサンズそして、糸井、まあ、近本のねその4回のヒットもそうだけども、やっぱ高めにね浮いてきた時にやっぱりボールの動きが半減してちょっとね力なくなるんで、そこをしっかりね仕留め切った阪神打線でワンチャンスをものにしてね3点でしっかり勝ち切ったっていうところも非常に強い勝ち方だったんじゃないのかな。しかも糸井がね V だで、なんといってもデーゲーム開幕してから14連勝ガッツね、しっかり勝ち越してね素晴らしい戦いだったんじゃないのかなと。どこまで続くんだ阪神タイガース。ジャイアンツも菅野と坂本が怪我してこれが一気に独走するとセリーグやばいよっていう試合に見えました、はい、さあ続いてパリーグね、ソフトバンク対西武5月7日2対2で引き分け、そして5月8日2対0で西武、そして5月9日3対1でソフトバンク、1勝1敗1分けというところになりましたけども、ソフトバンクは、もうパ・リーグはね
1位から最下位まで 4.5 ゲーム差だから、もう連勝連敗で1位にもなるし最下位にもなるでしょうっていうね、5月7日の試合ね、ソフトバンク石川ね、パワーカーブとスライダーがねストライク取れてゴッペッチ非常にね自分 の, あのピッチングができたかなと。でもやっぱりね金曜日に投げていくっていうところで相手もエースが来るね、なかなか勝ち星が進まない、まあでもこれがね開幕投手の使命よ、これを乗り越えてね大エースになってもらいたいなと思います。で4回表ね、おかえり山川ねホームランで、7回表もね栗山ホームランとね、まあこれ打たれたけど石川としてはもう問題なし、非常にね、いいピッチングできたかなと。逆にね山川グッパッティングね、で栗山もねグッパッティング、このね2本のホームランもね西武にとったら非常にね大きかったかなと。で西武ね2回裏、中村がねの打球、ショートエラー、源田ね珍しい簡単なミスバッとね、なかなか源田の守備にバーッということないから一応言っとく、バーッとね珍しいね、超簡単なプレーだったけども。でその後甲斐がねセンター前でノーアウト一三塁になって、マッチのね6-4-3ダブルプレーで1点ね、ここもうちょっとね連打でね守備でミスっていうところでもうちょっと連打が続いてね行きたかったかなっていうところもありますけども。で3回裏はねシュートホームランパンチ力あるね、まあ、セーフティーなんかもしながらねちょっとノールねこうてこ足もね使ってちょっとね上昇気運乗ってきたかなと。でソフトバンクね8回裏ピッチャー平ね栗原ツーベース、そして中村バンド失敗、バーッとここでバンドしたかったね、2-5ね森グップレーね取ってから早かったし正確なプレーで、その後回センター前でマッチがフォアボールで、明石ねショートライナー、三塁ランナー牧原ね戻れずダブルプレー、まあギャンブルスタートっぽいね満塁だったけどちょっとね当たって一歩出たもんね、でそこで帰れずっていうところで、まあこれがもしギャンブルスタートだったらまあ仕方ないプレーだったかなと思います。だからチャンスあったよねソフトバンクも、まあそこをねしっかり西武もね守り切ったっていうところもありますし、まあ高橋光成がね非常に素晴らしいピッチングだったっていうところもありますし、まあ痛み分けっていう感じですかね。で5月8日ね、0対2西武の勝ちになりましたけども、西武ね松本6回94球5安打5三振1四球無失点5ペッチね、まあ3試合のねリリーフ経験が生きたかなと。一人一冊ね、一人一冊の大事さ、長いイニングはまず見ずに一人一冊の大事さ、そしてね森脇7回をね、無安打無失点と、まあ松田がね離脱中の中でやっぱり存在ね、まあ快適で一発目は打たれましたけどね、徐々に慣れてきてこの森脇の存在というのはね昨年同様大きい存在に、なってくるんじゃないのかなと。でソフトバンクはね2回グラシアルツーベースね、ワンアウト2塁で甲斐の3塁ゴロね、でグラシアルが中途半端に飛び出して、タッチアウトね、でそこで剥離骨折、でもあの走塁はバッと中途半端にトントン出すぎてね、この戻らなきゃっていうね、あと必死さのヘッドスライディングがねあざとなって、まあ隔離骨折ちょっとソフトバンクにとっては痛いかなっていうね、プレーになりましたね。で7回裏ね甲斐、セカンドゴロで山川のねハンドリング、でもあれね伸びたらノーパーいけたんちゃうかっていう現段ですね、ちょっとショーパーになりましたが伸びたらノーパーいけたんちゃうかっていうね、バッと、ね、で中村フォアボールでマッチバンド失敗キャッチャーフライバーッ、あそこで決めきれてたなーっていうね、その後シュートライトフライ上林サードファールフライと、で8回裏ワンアウトでね柳田セカンド山田ファンブルバーッエラーね、でツーアウト2塁になって、栗原ライト前でツーアウト1、3塁で解散し、だからこうチャンスもありながら、まあね、そのバンド失敗とかその走塁ミスとかそういったところで得点機をね潰したかなと。で相談ピッチャーねマルティネスカットボールツーシームねコースに行って非常によく素晴らしいピッチング、グッピッチングだったかなと。で9回裏ね中村フォアボール、マッチョフォアボール、シュートバンドワンアウト2、3塁ここで一気にっていうところで上林セカンドフライ、明石フォアボール、柳田ショートゴロというところでね、まあこちらも7、8、9とチャンスがある中で1本出ずっていうね、まあ最近ソフトバンクもねちょっとね打線がっていうところもあるんでね、いいところで1本チャンスは作るけどね、いいところで1本出ないっていう苦しいね戦いが続きますね。あとちなみにですねちょっと気になったのが6回裏ね牧原のセカンドゴロね、冒頭ホルンで2塁行ったんだけども、森がファーストのカバー行ってなくて、あれカバー行ってたらセカンド行かれないで済んだんじゃないのかなっていうところで、なんでカバー行かなかったんだろうなっていうところが気になりましたね、バッと。さあ昨日5月9日3対1ねソフトバンク松本5回3分の1で、まあ、中村にフォアボールでスパッと交代、グッ
この判断良かったんじゃないのか、まあ、前回のね、こともありますし、もうあっと思った瞬間に、まあ、変えとかないとそこでバタバタっていう可能性あるんで、ここは工藤監督の判断非常に、素晴らしかったんじゃないのかなと。でね、こう柳田周東でしっかりね、打つべき人が打って出る人が出てね、かき回したっていうところでも、ソフトバンクらしい、試合展開、だったんじゃないのかなと、思います。このね、6回柳田ライトへツーベースね、で長谷川もヒット、ノーアウト、一三塁になって、中村フォアボール、満塁からね、甲斐の犠牲フライで1点取って、まあここでね、正直もう1回ね、もう1点いきたかったかなっていうところはあります。7回ね、シュートのセーフティーバンドからね、マキュアル送りバンドとかね、で柳田がタイムリー、このシュートのね、やっぱこう最近でね、シュートの怖がってきてるのは、こういうセーフティーバンドとかをしっかりね、成功に導いたり、打つだけじゃなくて、こういったところも取り込むっていうところがね、後々バッティングにもつながってくるんで、この判断、そしてこの成功っていうのは、非常にね、シュートのこの選択、素晴らしいんじゃないのかなと、シュート、グッと。まあ、やっとね、いいところのね、一本というところができたかなと、まあ、僅差でね、試合を勝ち切った結果ね、1勝1敗1分けの試合になりました。さあ、続いて、日本ハム対楽天、5月7日、6対1で日本ハム、5月8日、4対1で日本ハム、そして5月9日、6対3で楽天、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しになりましたけども、このね、コロナ陽性が出てですね、試合がね、3日間なかった中で、ちょっとね、選手も入れ替えて、ちょっと日本ハム、首位楽天に3連敗とかあるんじゃないかってね、思ってましたけど、いやいや、なんとなんとね、逆に2勝1敗でね、日本ハムが勝ち越しっていう素晴らしい試合でしたね。まあ、日本ハムはね、5月7日ね、こうコロナの影響でね、練習できてない中ね、バーヘーゲンが5回91球、4安打9三振、1四球、1失点、グッピッチ。ね。非常に素晴らしかったんじゃないのかなと。まっすぐカーブね、スライダー、ツーシーム。まあ最大ね、30キロの緩急差。まあ通常でも20キロ。カーブ投げたら30キロぐらいになるんだけども、このね、緩急の差っていうのはなかなかバッターにとったら打ちにくかったんじゃないのかなと。非常に球速差がついて、素晴らしいピッチングの組み立てね。まあストライク先行で島内にホームラン打たれましたけども、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。あと杉谷がね、3回裏、シンカーをね、ライトホームラン。ガッツ。ね。もう困った時の杉谷、ね、これはもうタカチャンネルも喜んでるぜっていうね、ところで、まあ、こういった、ね、選手がいるとね、まあ、チームも非常に、監督もベンチもやっぱ助かるんじゃないのかなと。この苦しい時にね、こういう、こう声も出して元気重視のね、杉谷の活躍っていうのはチームをね、明るくするんじゃないのかなと。非常に素晴らしいよ、ビッググ杉谷、ビッググタカチャンネルも大喜びね。そして5回裏ね、万波ツーベースから宇佐美のバンド、次はスクイズ、ホームラン打って次スクイズすると思わんやん。その中でベンチの采配も素晴らしかったし、それにしっかりここへ応えたね、杉谷のスクイズも非常に素晴らしかったかなと。で6回裏ツーアウト2、3塁ね、石井、スリーベースね、2打点、インコースね、厳しいところだったけども、初球からねしっかり振り抜いて、非常にね素晴らしいバッティング、グッドね。で楽天枠にね、投球自体は正直悪くなかったんじゃないのかなと、まあこんな日もあるかなと、まあ日本ハム打線がね非常に良かったんじゃないのかなと。涌井の投球はね、投球自体の中では何かが悪くて打たれたとか、まあ非常にいいところも投げてましたし、崩れたっていうところもないですし、内容としては非常に悪くなかったんじゃないのかなと。まあね、日本ハム打線が、まあこの野球の難しさよ、状態悪くなくても負ける時もあれば、良かっても勝てない時もあるっていうね、ところで、まあ、日本ハム打線の方が上回ったかなと。で4回裏ね、近藤レフト前、中田、サードファウルフライ、ワンボールね、シンカー厳しいところをツーベースで、ワンアウト2、3塁から内野ね前進せずね、太田カーブね、もうセカンドゴロ、もう進塁打のようにここはもう1点だけ取るっていうね、もう自分は犠牲になっても1点取るバッティング、なんとか当ててセカンドゴロね、で後ろに下がってる分3塁ランナー余裕ホーム、グッバッティング。こういうね、この隙のないこの堅実なバッティングっていうところは、ヒット以上にね価値があるバッティングだったんじゃないのかなっていうところでね、この大谷はガッとね、素晴らしかったですね。で5月8日ね、4対1で日本ハムね、この日マー君ね、全体的にキレがいまいちでちょっと緩く見えましたよね。まあまだまだちょっと調整中かな、まだ本調子に来てないのかなっていうね、まだピッチング内容に見えましたね。で日本ハム初回ね、ワンアウトから杉谷ライト前で盗塁で、近藤のねセンター前タイムリーヒットで、中田がサードゴロアウトからワンボールのセンターオーバータイムリーガッツね、これまた杉谷なんで盗塁も非常に良かったですね。で3、4、5番がね、近藤4打数2安打2打点1ホーマーで、中田が4打数2安打で1で、ワンボール4打数2安打1打点と、非常にクリーンナップがね、最高の活躍したかなと。クリーンナップグッズ。ね。
で噂は7回104球4安打4三振2四球1失点ね、まあ、高めに来るとちょっと危なっかしいところも見えるけども、勝負どころでそこね低めについたピッチング、まっすぐフォーク、カットツーシームカーブとね非常に緩急もつけて素晴らしいピッチングだったかなと。ちょっと高めに来るとね危ないなっていうね、球ちょっと弱いかなっていうところも見えましたけども、ね、こう勝負どころの低めっていうのがすごく生きた試合だったかなと。でマークはねやっぱ全体的にまだ本当に調整がまだ上がってない、まあ万全じゃないのかなっていうようなね、全体的に緩くね、感じました。で5月9日3対6でね楽天の勝ちっていうところで、まあ、日本ハムはね3回表ワンアウト1・2塁から島内のね、ショートゴロ6・4・3ね、この悪送球バッと慌てて投げて、で今井も慌ててホーム悪送球バッとダブルバッと、ね、こういったところはねやっぱりちょ上昇気流でいい感じになってきてるところで、やっぱりねエラーはね避けていきたい中で、このタイムリーエラーはね非常に痛かったかなと。で池田ね5回、まあ、勝ち急いだかなっていうところでねちょっと制球が甘くなって、まあ、前の回にフォアボール出したっていうところもありますけども、制球がね甘くなって、まあ、辰巳のホームラン、小深田レフトへツーベースね、鈴木センター前で、浅村ねサードライナーねダブルプレー取って、まあこれはねラッキーだったかなっていうところもありますけど、ちょっとね勝ち急いじゃったかなっていうようなね投球に見えましたね。で6回ねピッチャーアリね高く球が高い持ち味です、どっちかというと緩急低めで動かしてっていうタイプだと思うんだけども、全体的に球が高くて持ち味出ず、ワンアウトからね辰巳に内野安打で盗塁されて、小深田三振取ったけども鈴木大地に、まあね、あの 3-2 から高めのストレートセンター前タイムリーね、これはねもう浅村が打たせたって言っても過言じゃないね。ランナーセカンドでファースト空いてるね、まあ普通だったらフォアボール OK で際どいとこ投げていく中、次控えてるのが浅村だけにもう鈴木大地で終わらせたいと、だからもうストライクゾーンで勝負しなきゃいけないで、甘みに入ったところを鈴木大地がしっかり仕留めるね、これはもう浅村効果や、ね、でその後しっかり浅村がツーランホームラングッツ、ね、ネクストから威圧感出して、でバッティングでいってホームラン、ね、非常に素晴らしいね、プロスビでも威圧感出るかも分かんないよね、特能でね。で、まあ、これに、ね、日本ハム、磯畑ねヒット1本打って2盗塁ガッツ、ね、非常に盗塁ね足も速かったし、もう楽々セーフっていうところで、さすがねサニーブラウンに勝った男っていうね、サニーブラウン、サニーブライアンじゃないよ、サニーブラウンね、サニーブライアンはね二冠馬ね、サニーブラウン、サニーブライアンじゃない、ね、これをもうこれ今ので、あの笑った人は長年の視聴者です、はい。でね、楽天早川やっぱりね対左が課題だね、あのやっぱ対左の被打率が非常に高くて、この日も結局打たれてんのは磯畑だったりワンボーロン近藤だったり石井だったり、やっぱ左には結構簡単にね打たれてんだよね。で被打率としても左にね3割4分8厘と非常に打たれてるんで、ちょっと左へのね対策が今後、考えていかなきゃいけない試合になったかなと思います。結果ね日本ハム2勝1敗勝ち越し、素晴らしいゲームでした。はい、さあ最後がロッテ対オリックス、ね、5月7日7対5でロッテで、5月8日2対5でオリックス、そして5月9日7対4でロッテ、ロッテの2勝1敗の勝ち越し、ね、5月7日の試合、ね、ロッテ石川4回まで、ね、ノーヒットだったけども、球が高くてかなり気になるなっていうね、この日あの解説してましたけども、あの高いから気になるなっていう、ね、いうところ、あ解説じゃない、あのプロ野球ニュース、プロ野球ニュースでディレクターに解説してたんですよ。高い球高いからちょっと気になるな、抑えてるけどなんか怖いなって言ってたら、ね、で2回の表もね T 岡田のセンターライナーとか、4回表もやの、ね、ライトライナーなどいい当たりしてるけど正面ね、ついてしまって、オリックスとしてはアンラッキーでしたけど、なんかちょっと危ないな嫌やなって思ってたところ、5回表ねその高めに浮いた球をね捉えられるっていうところで、 T 岡田がねシンカーをねライト前で、伏見もねツーシーム高めに浮いたところをセンター前で、紅林キャッチャーフライに取るけども、大谷ね、シンカーが高めに浮いてスリーランホームランね、大谷ここがねちょっとやっぱ怖、危ないなと思いながらね、やっぱ仕留められたかっていうところで、ちょっとねこの高めに浮いたところが怖かったですね。で3回裏ね8番藤岡フォアボールで、佐藤バントね、で荻野レフトツーベースで、マーティン三振、このマーティンね、この山岡の膝元のスライダーちょっと全くね対応できてなかったかな、この試合でも、これマーティン打たなくても中村が打つでっていうところで、レフト前グッパっていうね、これ下位打線から上位に来ると、このやっぱり荻野がねキーっていうところでね、非常にロッテとしては怖い打線になっていきますよね。4回裏井上ね、右中間スリーラン今季1号グッとごっちゃしね、あの本人もね、あの山口が台頭してきたり、レアードファースト守ったり、岡もファースト入り、菅野もいたりとかしながら、なかなか打率も上がってこない、開幕一軍いなかったね、劣勢の立場からのこのホームランね、チームにとっても非常に大きなホームランだったし、
本人にとってもね非常に大きなホームラン、まあ、これをつなげていきたいなと、まあ、昨日もねこのトーンってね内野の頭を越えるね前進守備の中、まあ、ラッキーはあったけどタイムリーを打ったっていうところもね本人一戦一戦勝負の中でのね頑張り非常に良かったですね。でオリックスね杉本7回8回にね2ホーマーガーッと、ね、で吉田の後にねモヤね2つのダブルプレー、ね、この吉田の前後がやっぱ吉田がね2番とか3番何番打つかじゃない吉田の前に誰が打つか後に打つかが大事で、まあ、やっていきたいかなとそんなところがね非常にこのオリックス打線を活性化していくとこかなとでまあね4対5と1点差にまでね迫ったところで7回裏ねピッチャー阿部でワンアウトから中村フォアボールねでピッチャー交代山田でサード差ね、安田がサードゴロで角中デッドボールねでピッチャー比嘉ここで、ね、こまめに変えていくけどもレアードにねツーベースねこれ2打点勝負ありなあのよかったよスライダーも低めねレアードがうまく打ったけどもやっぱりこのね阿部の中村そしてね角中のフォアボールっていうところがねちょっともったいなかったかなとまあリリーフがねちょっと不安定かなっていうねところがね見えた試合でしたね。で5月8日2対5でねオリックスの勝ちっていうところで、まあ、ロッテ見はね状態は良かったと思います。見ててねまっすぐスライダーフォークとコントロールもあった良かったし力もあったしねグッドピッチングだったのかなと。でもオリックスはね2回表2アウトからねもや、サード内野安打ねシフトでガラ空きになったところをねついて3塁内野安打ねで頓宮ワンワンからストレートね唯一甘く入るこの三馬ね常にいいところ唯一甘く入るところを見逃さずレフトにねツーランゴーバッティングね、まあ、このねよかったもたまに来るところをそこをね見逃さず仕留めれるかどうかが一軍のバッターとして勝負どころなんだよね。でロッテはね3回裏先頭のねエチェバリア、ショートゴロエラー足立バットもう送球軽い悪送球ねでその後柿沼バンドして荻野ねファーストフライなるけどもマーティンがねライト前で1打点ねこのエラーをしっかりねものにしていくグッと、ね、逆にオリックスバッとでオリックスね6回表胸このねインコースカットボールかなスライダーかなこの厳しいところをホームランガーッとナイスホームランあれをね腰の回転でファールにならずね打てる素晴らしいバッティングだったかなと。でロッテね6回裏荻野ねレフト前マーティンこのツーベースノーアウト2、3塁中村センター犠牲フライからの安田三振角中ファーストゴロここでねもうあと1点はね欲しかったかなというところでね後続続かなかったねところがちょっとね勝負の分かれ目になったかなと。あと9回裏ねワンアウト1、2塁頓宮のねセカンドゴロ、このバタバタして中村がでね暴投掘って、まあ、ロメロがねセカンドからねよくホームに帰ってきてロメロの走塁グッとねちょっとじゃああのプレーについて解説ね井口監督がね守備妨害じゃないかって抗議したところのね、プレーになりますけどもまずねこのファーストランナーが走っていくねでその中でこれもね中村はねまず3つのねミスを犯してるんですよね。まずタッチしに行くときに正面でタッチこうタッチしに行ってるんでこうまあぶつかりますね。でランナーも走路だからそれはセカンドベースに向かってまっすぐ走りますね。で守備妨害の定義で言うとまあいっぱいある中の一つで送球する時の邪魔をしたら守備妨害になるんだけどもまずぶつかった時はまだタッチにしに行ってるだけで送球をしようとしてないね。でぶつかった後投げようとしたところでまあ交錯してるんだけどももうあれは故意じゃないね。だからもしタッチしに行くとしたら若干避け目でタッチしなきゃいけないね。でもそうなってくるとランナーに避けられるっていう危険性が出てくるね。でそれをが嫌だったらもうあの位置だと4、6、3でバッター頓宮だから絶対ダブルプレー取れたと思うの。だから4、6、3でよかったよね無理にタッチいかなくてもね。でもう一つはああなったら投げなきゃよかったのに無理して投げたね。あれ投げなかったらまだ 1、3塁で1点取られてなくて次のバッターで再チャレンジ守備側はできたわけだね。だからあれをもう適当みたいに投げて暴投になったことによってこの3つのねミスが重なったっていうところとランナーはね当たった時はまだ投げようとする姿勢じゃないっていう。でその中でもつれて倒る時に慌てて投げようとした時もうあれはもう故意じゃないよね。その流れの中でっていうところを考えると正直あれの守備妨害っていうのはちょっとないのかなと、まあ仕方ないプレーだったかなと。逆に中村は 4-6-3 にするかもしくはもうああなったら投げないっていう選択肢を取るべきだったかなと思います。で5月9日ね7対4でロッテ勝ちね。オリックス松井制球は6ストライクボールはっきりしてバーンね。まあもしこの一戦だけ考えて勝ち切りたいなら正直交代はねこの日解説してましたけど交代はねちょっと遅かったんじゃないのかなと思います。もう見てても
この改善の兆しもなかったですし、このキャッチャーの伏見ももう多分あのリードは難しいね。もう相手を抑えるっていうよりも何がちゃんと投げれるのかっていうところの選択でリードしてたと思うんで、基本もまっすぐとあのチェンジアップみたいなフォークみたいなのの、を多投してなんとかで、カーブストライク入ってくれればいいなみたいな感じに見えて、ちょっとリードもね苦しかったと思います。でロッテ小島ね、初回ね先制されるも、まあ、3回表ね井上のファインプレー、そしてね中村藤岡のダブルプレーの攻守っていうところで、このね守備でね流れ変えたかなと、非常に大きな、あのプレーっていうのは試合の流れの中で大きな守備だったかなと。でね2回裏柿沼の同点ホームラン、グワッと2019年6月22日以来の本人2本目、ナイスホームランね。あれを1点だからね、やっぱ試合の流れを決めたのはあの同点の1点だね。初回3点取られて、その裏2点取って、よしまだまだ行くぞって中で、で2回の裏にね、そのあのままもしあれ回0点だったら、ひょっとしたら増井がね立ち直ってた可能性もある中で、ホームランでね同点に追いつくっていう、あのホームランはね、この試合をの勝ち、結果的に勝った中でね、後から見るとあのホームランがね一番大きかったし、ホームランだったんじゃないのかなと。でこの日オリックスね、吉田4安打、杉本ね初回、このインコースと難しいところをグッとナイスバッティング、ね、腰の回転だけでね、非常にバットの畳みもね良くて、しかもそのね飛距離も素晴らしいっていうねホームランね。で、まあ、宗がね先頭で初回ねセンター前ヒット打って点取ったけども、まあ、足立4打数ノーヒットと、やっぱり吉田の前にどこまでねランナー出せるかっていうところがオリックスの問題だし、まあ、この日はね5番6番ロメロジョーンズがねノーヒットで三振も多かったし、まあ、つながりも欠けるかなという中で、ちょっとね4点は取りましたけども、もうちょっとうまく連動すればちょっとね吉田が孤軍奮闘でちょっと孤立してるかなっていうね、打線の中でね打線になってくる打点になってしまってるかなっていうようなね、形に見えました。あとねこの3回裏のロメロのね守備のエラー、これで後1失点、このエラーの1点のね勝ち越しの1点ね、井上のねダブルプレー間にね1点取られる、あの胸のねこれバックハンドトスのセカンドね守備グッドね、この1点っていうのもね後々首を絞めるボディーブローに効く1点、あのロメロの守備足がね揃ってるっていうところでバーッとね、ちょっとね攻守に当たってロメロはねこの日制裁をかけましたね。でロッテもねちょっと気になるところが、4回裏ねワンアウト2、3塁で中村のライト前ヒットね、でセカンドランナーマーティンホームで余裕でアウト、バーッと、あそこは止まってワンアウト1、3塁だったらもう1点取れたと思うんだけど、ツーアウトだったら勝負してもわかるね、でワンアウトであんな楽勝でアウトになるぐらい回ってきちゃダメやろっていうところでね、まあコーチャーと本人も含めてバーッとね、まあでも結局ね、結果ロッテはね2勝1敗で勝ち越し、なりました。さあということで終わりです。もう1時間です。今日は長かったよ、なぜならね先週の金曜日のやつ木曜日のやつはねちょっとゴールデンウィークでねちょっと見れない試合もあったからね、あの火がついて見すぎて書きすぎたね。さあ次は明日からどこだ、 DeNA 巨人で阪神中日ね、まあここはもう DeNA 中日と下位チームはねやっぱ上位に負けられないなっていう戦い続きますし、パリーグは日本ハムオリックスね、楽天西武、ソフトバンクロッテ、まあここはもう一気にね勝敗次第では1位チームも変わるし最下位チームも変わるっていう、パリーグはまあね面白いね、今後どうなっていくのかね。さあ最後にベストナインの発表です。パリーグからピッチャー萌出ろソフトバンク神リリーフ、キャッチャー森セーブ友也、同じ名前です、漢字は違うけどね、ファースト鈴木大地楽天、大地水泳の鈴木大地さんと漢字も一緒です、セカンドシュートソフトバンク、ね、セーフティーバンドからリズム作る、サード茂木楽天二ホーマー、ショート源田セーブ最多受賞もう毎週源田、レフト吉田オリックス、吉田の前の打者めっちゃ重要だよ、センター柳田ソフトバンク、柳田打たなきゃ負けます、ライト杉本オリックス、北斗豪勝派、分かる人だけ分かってください、 DH 近藤日本ハム、北野安打成績特別辞書あります、日本ハム万波チャンスものにしろ。さあ続いてセリーグピッチャー中日柳奪三振王、キャッチャー阪神梅野首位固め 3.5 ゲーム差、
ファースト、ヤクルト、村上、侍、4番候補、セカンド、広島、菊池、忍者、サード、巨人、岡本、2ホーマーサヨナラでお目覚めか、ショート、巨人、坂本、早期復帰待ってます、レフト、DeNA、佐野、キャプテン、センター、DeNA、桑原、元気チルシ、ライト、阪神、佐藤、4番バッターでホームラン、特別賞あります、阪神、馬場、グッドリリーフ。さあ、ということで今週もお伝えしました。皆さんね、ぜひ最後まで見てくださいということで、まあね、阪神がね、このまま独走するのか、パリーグは首位と最下位が入れ替わるのか、今週もね、楽しいプロ野球待ってますということで、皆さん今週のプロ野球も忘れずに、そして佐々木チャンネル要チェック。